こんにちは、加藤理香です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。3月下旬の玄関庭模様ガーデンツアー行ってみたいと思います。あのさチューリップだいぶ成長してきたんだけど、くたばっとるやつもおるんで、買った球根じゃなくて掘り起こした球根とかね、ちょっとダメかなっていうやつもあるんだけど、失敗のところも映そうと思うので見てみてください。では回ってみるじゃん。北東です。勝手に花風水シンデレラのホワイトガーデンコーナー、白い花中心にまとめてます。これは先日買ってきたイベリス、ビオーラ、カラミンサ。カラミンサっていい気をするんよ。これもカラミンサ、シャスターデイジー、バーバスカム。まだね、成長過程でね、花咲いてないがだけどね、この辺。ペンステモン、リナリア、タナセツム、オルレア、ラムズイヤー、ディクニス、デルフィニウム、アンミ、エキタリス、芝桜、水ピンク、セージ、バーバスカム。この辺葉っぱ白っぽいやろ。東、ティーンカーベルのブルーイルージョンコーナー、青っぽいのでまとめてます。ネモフィラ、タナセツム、リクニス、アンチューサ、ペンステモン、バーバスカム、デルフィニウム、サルビアカラドンナ、グレゴマ、余談なんですが、野菜プランターを整理しました。これ泥でしょ、皮脂三角コーナーとこれに生えとったやつなんだけど、ひどいやろ。今日は裏庭から始まったんでね、いつもと逆方向なんよね。芝桜、ここにも植えた。ここはガーデンアーチのあるコーナーなんですけれども、木工バラ、結構新芽出てきた。どうやって巻きつければいいんかな。ミニバラ、いつだっけ、砺波道の駅で買ったゴールデンカーペット、植えてっとるかな。ちょっとずつこういう日陰でも育つ植物っていいよね。この茶色いのがね、コーヒーのカス。猫を紅葉に巻いてみた。庭模様です。曇っとるんよね。はい、こちらは南でございます。南って赤とか紫がいいっていいよね。だから赤っぽいも結構植えたりしとるんで。見てよ、これチューリップ倒れとるん。うちのお父様は猫じゃないって言うん。ちょっとわからんがだけど。で、奥の方にあったチューリップはね、日当たり悪すぎてダメかなと思ってんでずらしたが、これアネモネかな。ほらこれダメじゃない、このチューリップ。
ハボタンはね、なんか縁起良さそうだから紅白を置いてみたんで、ノースポール、そうそう、ハボタンだんだんとんがってきたぞ。チューリップね、こっちに持ってきたばあちゃんの縁側コーナーに持ってきたんだけど、結構バタバタっていうか、去年のチューリップだからか、日当たり悪いからか、ちょっとめちゃくちゃじゃない。はい、こちらは南西です。ちょうどばあちゃんの部屋から見える場所で、ここも去年掘り起こした球根を使ってるんで、どこまで咲くかね。これって何だったっけ、忘れてしまった。雪で結構バタバタっとね、枝折れたんだけどね。はい、北西になります。玄関の横の辺なんですけれども、ビオラ。北西ってクリーム色がいいって言うけど、クリーム色の花って結構難しくない？チューリップもでかくなってきたぞ。バラに水苔引いたぞ。プランターのチューリップもいろいろ出てきてますが、またチューリップはね、別撮りしますわ。玄関周りです。おかしくないこれ白いのだけこんなでかいんせ、おかしくないけ、白だけどうしてこんなに巨大化しとるんけウェルカムが反対立っとったじゃん、バーベナ。水仙、西です。ルミナス風で倒れそうでしょ。ポリクロマ、これさチューリップだった、私水仙かと思ったんだよ。だから1番に咲いたんぜ。プランターラインです。駐車場に一列ねプランター並べとるだけの話なんですが、チューリップほらつぼみになってきたよ。種類によって葉っぱとかも違うよね。おお、つぼみつぼみ。おまけコーナー北側です。ほらガーデニングさ始めるときって石掘りから始まると思わんけ、この辺まだ触ってないとこだったんね。だからね、もう石掘るところから始まったじゃん、疲れるんよね。まず力ないからさ、なかなか大変なわよそうそう、この辺はね未開拓だからね、くちゃくちゃながね。こんなでかい石出てくるんぜ。ローズマリーはねカットした。でプランターに植えてたハボタンはここに移動させた、ここの石掘りをしとったんよね。芍薬、いつの間にこんなでかくなった。というわけで3月下旬でした。なんちゃって風水、花風水をやっていきたいと思います。じゃあね、また見てね、4月見てね。